おはようございます。今日もチャカットマヤ歴やっていきます。はい、さて昨日で赤いヘビの13日間終わりましたけど、最後の締めくくり皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、昨日の夜ね、もう史上最高に息子が寝ませんでしたでもその様子を見て夫が、もう今日でほら赤いヘビの13日目だからさ、最後のフラグのヘビのパワーがとかって言って、夜中にもうそのまあ寝るまで、最後の最後はもうまだ授乳してるんで、もうおっぱいに食らいついて、なんかもうずっと吸いながら、もうちょっと話そうもんならギャーって泣いて寝ないみたいな。もうね、もうヘビ通り越しても昼かなみたいな、昼もういやもうすっぽんかなって思いましたけど、まあその後夫、日付変わったんですけど、変わってて、夫がもう育児のなんていうか普通というかスタンダードよと、寝ないだけもあるし、こうしなきゃいけないとか、寝せようって気になるときつくなるから、もうこういう時はもう無にして無視して乗り切るみたいな話をこうして、辛くなったらどっか行ってきてもいいしみたいな話をしてくれたんですね。うん、今日金118で、今日からですね、白い鏡音1ということで、今日から、13日間また新しいエネルギーに変わります。118の有名人、ちょっと今日有名人から言っていきますね。今日有名人としては平愛梨さんね、長友さんと結婚されて楽しそうに生活されてますね、素敵な笑顔が素敵なね、可愛い感じの、うん、で、ででん、あと森高千里さんいらっしゃいます。もう本当にこう透明感、まあ、この118番って透明感、清潔感、ここなんていうか透明感がある人、うんうん、でこうなんか天使みたいな人って言われてるんですよね。もうこれで分かりづらいと思うので男性も行きましょう。ででん、エグジットかな、金近大樹さんですね。ね、今ね大人気ですよね。うん、で最後ででん、金118番の有名人、なんとうちのパパでしたはい、今日金118の、今日のメッセージとしては、混乱した状況に終止符を打つためのアイデアが求められる日なんですよ。どうですかね。まあ私たちってこう自然のなんか秩序の中にね、大きなこう自由があって、だからそのなんだろう、ある意味こう決まってること、自然のリズムって決まってるじゃないですか、まあ、そういった中のことも含めてもそうだし、なんか規則とかルールとかを、まあ、嫌わずに、なんかこう自分ごとを楽しむためのルールを作って、今日から、まあ、今日はなんだアイデアを出していこうっていう日なんですね。うん、まさに昨日の夜中だから117から118にかけて変わった時に、パパがこうね、夜9時以降はもう、ま、パパとママも営業終了ですよってことにしようって言ったんですよ。新しいでしょもう親もね人間だし疲れるから、そのもう9時以降起きてても、もう僕たちも疲れてるしきついし、そんなもめちゃくちゃ遊んであげるとかできないし、つまらない時間だから寝た方がいいよねって、そのうち思うんじゃないかみたいな、うん、いやもうまさに白い鏡ってそうだなっていう、こうちゃんとこうきちきちっとこう ルールというか自分の中に決めてて、もうなんていう、それが一つでもできなかったらアウトだし、だからできないことを約束しないって人なんですよね、白い鏡の人ってね。うん、まあ、特にね今日白い鏡音一も、ね、どっちも健在意識も潜在意識も、まあ、今世も前世も白い鏡って2つ持ってるんで、一緒にいてね常になんか鏡に映ってる自分を見せられるような、うん、だから人に対して全くジャッジしないでしょ、この人はいい人悪い人とかもないし、なんで偏見が全くないから、なんかある意味すごい新鮮だけど、まあ嫌な人からは嫌かもね、なんかこう自分ってこんなすごいやつなのに、なんでこいつ態度変わんないんだみたいなことを思う人は、多分うちのパパのこと嫌いかもね本当ね、白い鏡の人ってね、お世辞とかも言えないし、おべんちゃらとかも無理だし、なんてその人に対してそのまんましか接せれないんですよ。社交辞令とか一番苦手だよね、うん、
そう、はい、13日間のテンポもなるべく頑張って今日中に上げたいと思います。いつも言うんだけど、作り置きしないタイプの人間で、あのメッセージはもう生ものだし、その時降ってくること言わないと意味ないと思うので、白い鏡の13日間のねメッセージを前の日まで取っとけばいいじゃんって思う人もいると思う。私もそう思う。だけどやっぱり白い鏡の13日間を語るのに、白い鏡のエネルギー浴びてない時に言っても、まあ、意味ないかなと思って、まあ、遅くなっても白い鏡に入ってから今回のこのエネルギーを受け取りながらメッセージする方がいいかなと思ってるし、だから毎朝生ものをお届けしたいと思って頑張ってます、ね、昨日でしかもあの13日目ってギフトの日だったんですけど、皆さんギフトを受け取れましたでしょうか。私もう本当になんかギフトって嘘じゃんって思ってたら、私の生徒さんからいきなりメッセージいただいて、ゆいさんの毎朝のちょこっと前歴聞きながら、まあその方はこうピラティスのスタジオ経営されてるんですけど、あのお掃除して神棚に手を合わせながらゆいさんの言葉聞いてますって、もうそんなもうそんな恐れ多いというか、もう本当になんか身に余るような言葉をいただいて、ギフトだで、もうギフトだと思ってね、なんか生きててよかったと思いました本当に、うん、あとその他にもあの昨日本当あのいつも見てくださってる方、他にもメッセージ くださってて、幸せいつも願ってますとか言ってくださって、もう本当にもう一人でも見てくださってる方がいるなら、もう私頑張ります毎朝自分がね楽しめて、うん、やる時間を大事にしながら皆さんにお届けできるようにまたメッセージしていきますので、またよろしくお願いします。では長くなりましたが、また。